はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。今回はハーツオブアイアン4、イタリア王国でのプレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、すでにですね、ドイツがソ連と開戦し、さらにそのソ連に追い詰められるという事態を招き、いわゆる枢軸国側が大ピンチ、崩壊の危機にさらされているという状況の中、我がイタリア王国はですね、そのドイツの支援のため、ベルリンの奪還のために兵を出している、軍隊をドイツ本土に送っているという状況です。ただこの状況、おそらく長くは維持できないんじゃないかなという思いもあってですね、いよいよ禁断の核開発へと舵を切りました。で、今原子炉の開発がですね、あと312日かかります。で、原子炉を開発した後に、核爆弾を開発するのにさらに日数が必要になるので、とにかくですね、この核を開発し終わるまで現状維持、少なくともイタリア本土への侵攻を避ける、これをね、一番最初の作戦目標にしていきたいというふうに思っています。では続きをプレイしていきましょう。まあ、ちょうど今ね、北朝鮮をめぐる情勢がかなり緊迫化している、緊張が高まっている状況ですが、核を持つのと持たないのではね、だいぶ状況変わってくるかなというのがありますからね。今のところですね、このアフリカ戦線に関しては、まあドイツが押されているものの、イタリア領に関しては現状維持ができているので、まああまり触りたくないところにはなってますね。で、イタリア本土もいつ侵攻を受けてもおかしくない状況ではあるので、これ以上、軍隊を減らすわけにはいかず、かつギリシャも貴重な鉄資源の、まあ、採掘元になってますので、これも失えないとなると、もうこれ以上ね、ドイツに軍隊を送ることもできないので、なんとかねしたいなというとこなんですよね。で、そのためにはベルリンにイギリス軍が今駐留してますけど、このベルリンの奪還と合わせて鉄資源のねすごい宝庫になっているこのドレスデン、ザクセンですね、ここのね奪還をまずは目論んでいきたいなというところにはなっていきます。あとね、危ないところで、お話しておくと、トルコの戦線もかなり危ない状況で、まあ、いわゆるソ連軍の侵攻を受けているという状況ですね。帝国軍がね、もう少し軍を送ってくれると、状況もね少しは改善する可能性もあるかなとは思うんですけどね。帝国軍もただ合衆国アメリカとの戦線でそれほど余裕がある状況ではないと思うので、まずはやっぱりドレスデンの奪還が急務かな。帝国軍、トルコ軍も進駐してきてくれてはいるので、こっからさらにね、徐々にではあるものの先へ先へと進んでいくことが重要にはなってきますね。ドレスデンまでもうちょっとかな。で、プラハは、まあ、安定的に確保ができる状況になりつつはあるかなというところまでは来ましたね。
問題はドレスデンだよな。ドレスデンの確保ができるとだいぶ戦線的には巻き返しができる状態になってくるかなという気もするんですけどね。まあ、ベルリンをめぐる攻防は本当に一進一退な感じなので、ここにね、補給が整った軍隊を送ることができるともうだいぶ戦線の巻き返しができるんですけどね。やっぱりギリシャを失うわけにはいかないので、ギリシャから撤兵できないんですよね。もし撤兵するんだったらアフリカ戦線からの撤兵なんですが、アフリカに関してもねかなり疲弊しているので、その疲弊している軍隊をさらに激戦地ドイツに送ってどれほど活躍できるかというとちょっとクエスチョンなんですよね。それにしてもドイツがねソ連に押し込まれる速さ、ちょっと予想外に早かったな。もうちょっとね持ちこたえてくれるかなと思ったんですけど、こんな状況になるんだったら当然もっともっと早くその防衛するための軍隊を送ったんですけどね。まあ今となってはですけどね。まあ、ドレスデンの覚悟は急務だからな。何があってもドレスデンは抑えたい。まあ、最優先でドレスデン、まあ、ベルリンよりもむしろドレスデンの方がその戦略的な価値は高いかなって感じですよね。まあ、もちろん首都を奪還したっていうねその効果は大きいとは思うんですけどね。当然敵国も必死こいてくるかなと思うので、でここで敵側ノルウェーからの増援が来てますね。ドレスデンまだあと一歩というところではあるんですが、守りが硬いといえば硬いな。で、自由フランスも巻き返しを図ってきてるし、イギリスもスペインへの上陸をもうほぼ完全に完了したと言っていいですね。あとは、まあ、スペインを駆逐しつつビシーフランス、まあ、ドイツの傀儡国に進駐してくる可能性が非常に高いので、まあ、ここからの状況を見る限りやっぱり最終的な核開発は免れられない、急がなければいけない、そういう状況ですね。でも海軍のねその再建は不可能と言っていいでしょう。まあ第一艦隊第二艦隊第4艦隊はもう完全に、第3、第4艦隊はほぼなくなりましたからね。今戦艦を要しているのが第1艦隊のみで、第2艦隊に関しては、まあ、駆逐艦で、イタリアの第1艦隊がこれ今新しく集結させている艦隊なんですけど、これ見てもらったら分かる通りですね、まあ、軽巡が2隻、あとは駆逐艦で構成されている艦隊なので、これをなんとかね戦艦一隻でも建造することができれば第三艦隊として、まあこの地中海を警備するのに任せられるんですが、今その船を作る軍艦を作る鉄がね不足してしまってますんで、まあその鉄の確保のためにもやっぱり再三言ってるこのドレスデンの確保は急務ですね。
なんとかドレスデン、ベルリン、この2都市を奪還してドイツに息を吹き返してもらいましょう。ドレスデン、ザクセンにある鉄90の資源を確保できれば、ドイツとしてもね、工場をもう一度稼働させることができるはず。稼働してもらいたい。ドレスデン、ベルリンまでもう一歩なんですけどね。この一歩がね、本当に遠い。遠い一歩だな。まあ支援はこれ以上できないよっていうぐらいね、ドイツの支援してるんですけどね。まだ足りないか。ただね、イギリス本土防衛軍はどうしても動かせないんで、ソビエト軍もかなりの数をこのベルリン、ドレスデン付近に展開してきているので、ここでなんとかね、ベルリンを奪還して、ソビエト軍のドイツ侵攻軍とソビエトの本土軍をね、二分することができれば、本当にまだまだチャンスはあるかなと。少なくとも核開発するまでの間の時間稼ぎはできるんじゃないかなというふうに思うんですけどね。なかなか苦戦してますね。なんとか今回ドレスデンあるいはベルリンへの奪還の道しるべ、あわよくば奪還までしてしまいたいところではあるんですが、補給がままならない状況なので、ここもね改善していかなきゃいけないんですが、先ほど話したようにも海軍がね衝撃的に壊滅しているので、どうにもならないという悲しい状況なんですよね。そしたらちょっとと予定外ではありますが、そうだな、第3艦隊としてこのイタリア第1艦隊を再編していきましょうか。第3艦隊として司令官を任命していきましょう。これでもう今予備の艦艇は一隻もなくなりましたね。
ドイツ軍もね、首都奪還のためにもうちょっと軍を送ってくれる余裕が出てくれば、一気にベルリンの奪還も可能かなと思うんですけどね。あとはもう核開発を急ぐしかない。よし、ドレスデンまで本当にあと一歩まで迫ってる。なんとかドレスデンの奪還ですね。ベルリンからね、このメルヘブン、メクレンブルクあたりまで一気に、その突き抜けることができればソビエト軍をね、二分できるっていう意味ではすごくいいんですけどね。さあ、では核開発の状況も見ていかなければいけないし、ちょっとおさらいしておきましょう。今この原子炉の開発、残り270日残してますが、原子炉を開発したらいよいよ核ですね。国家方針はもう核開発しかないんだよな。10% 速くなるっていうんでね、これをやっていきましょう。あとはプレダーの、BA88 リンチェが新しいものにリプレイスできるという話ですが、そもそもおそらく、まあ鉄とゴムが不足していて作れないという状況ですね。石油とゴムですね。これはただこれ以上進出するとまずいな。ソビエト軍に
包囲されてる状況になってる。これはソビエト軍を包囲殲滅されるぞ。ドレスデンが奪還するどころか。道を開いてやらないと。いや、本当に厳しい戦いだな。トルコももう、ソビエトに完全に駆逐されるのは時間の問題だな。となるとギリシャに、ソビエト軍が侵攻してくる可能性がありますね。そう考えると、南アメリカは、なんか、すごく平和だな。合衆国もね、結局、敵からの攻撃を受けてないですからね、本土に関しては。で、じゃあ、帝国軍はどうかというと、頑張ってはいるなっていう感じだけど、まあ依然中国との戦いが決着ついてないからな、これを見ると。ドレスデンまであと一歩と迫ったんだけどな。結局ドレスデンにまだたどり着けてないか。ベルリンの攻略奪還も難しい状況が続いてますね。下手をするとこの突出している分、ソビエト軍に包囲される可能性もありますからね。補給がままならない状況が続いてしまってるっていうのが一番良くないんだけど。いや、足りてないなぁ。すべてが足りてない。まあ、今、もう新しく徴兵するっていうことに関しては、ほぼほぼ何もしていない状況ではあるんですが、まあ、厳密には何もできないって言った方がいいのかな。補充を最優先にしてるんですけどね。追いつかないですね。そうか、プラハもソビエト軍に再奪還されてるな、こうやって見ると。いやー、ドイツもかなり小さい小国になってるな。もう、フランスから広大な領域を確保していた
ドイツ軍ですが、今となってはもう本当に小さい。できれば今ゴムといい、石油の確保が欲しいところなんだけどな。両方とも難しいな。ドレスデンまでまだちょっと距離があるな。プラハもね、奪われてしまったんで再奪還しないといけないし、もうここは本当に一進一退だな。ここもね、人の壁ができてますね、ソビエト軍の。まあ一時あったその包囲殲滅の危機は免れたものの、プラハをさらに失って、いまだザクセンにもベルリンにも到達できていない。核開発はまだあと3年かかる。厳しいですね、状況は。で、たまにね、イギリス本土を見ておかないと、上陸作戦を受けてたりしますからね。じゃあ次のドクトリンに進むか。集中教習やったんで、どうしようかな、本当にこのままでいいのかっていう話もありますけどね。もう海軍に関しては話にならないので、やめましょうというところと、となるとやっぱ陸軍のドクトリンかな。
まあ、機械化の方に進むべきか、やっぱり。いやー、どうしようかなー。白紙にする必要があるのかっていう話もあるしなー。白紙までして研究をね、一からする必要があるかっていうと、ちょっとそうとも思えないしな。ドクトリン、陸軍ドクトリンは一旦このまま据え置きにして、やっぱり工学系をきっちり進めていった方がいいな。あとは産業系ね。ちょっとでも早く。サトレス殿まで遠い。もう本当に近いとこまで来てるけど遠い。開発をね、急いで進めたいところなんだけど、核開発が終わるのが、原子炉の開発がまだ228日かかるか。これが一刻も早く進んでほしいところなんだけどな。トルコの戦線はもうトルコは持たないな。トルコは放棄せざるを得ないかって感じだな。まあ、トルコという国が独立国が消滅する感じにはなっちゃいますね。
なんとかドレスデン取り返したい。ドイツのために。ここまで硬いっていうよりかは、どちらかっていうとイタリア軍の装備がもうボロボロなんですよね、きっと。で、帝国軍とかを見ると、充足度が 94%、補給状態も 97% と、かなり、まあ、なんていうのかな、安定的な状態ですが、イタリア軍に関して言うと、充足度 27%、補給も 50% 以下とかね、そういう状況で戦ってますからね、そりゃ、進まないですよね。状況をなんとか改善したいけど、トルコがソビエトに降伏。独ソ開戦っていうのかな。なければ今頃違った未来になっていたはずなんですけどね。ドイツがソ連と開戦して、ドイツ方面にこちらも軍を振り向けたことによって、他の戦線が維持できなくなりつつあるっていうのが現状ですね。いやー、近いようで遠いザクセン、そしてベルリン、まあ、ここの奪還をね、やっぱりなんとかしたいんですが、まあ、ここの戦線を維持するのがやっとかな。ドイツが降伏するともう終わりなので、ドイツが降伏しないようにドイツ軍に頑張ってもらえるよう支援しつつ、やっぱり核開発を急ぐしかない。まあ、そういう状況ですね。はい。というわけで、今回も、ベルリン、ザクセンの奪還できずというところでね、ちょっとご覧いただいている方、また同じ回というね、お叱りいただいてしまいそうなんですが、まあ、この状況しばらく続きそうです。ただですね、まあ、なんとかね、まあ、核開発を急ぎつつ、各保有国になるべく頑張っていきたいと思いますので、引き続き、アドバイスとあればですね、チャンネルのコメント欄、動画のコメント欄、もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければ確認させていただきたいと思います。で、ちょっとね、動画のコメント欄の方はタイムリーに見れてないことが多いんですが、ツイッターの方は、ほぼほぼタイムリーに見てますので、もしね、お気づきの点、急いで、ワンダに教えたいっていう内容等あれば、ツイッターの方で直接、教えていただければですね、確認の方をすぐにしたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。